ゲームのディレクターをやっています横尾太郎と言います。これまで作ったゲームはドラッグ・オン・ドラグーンシリーズであるとか、あとニーヤシリーズのディレクターなどをやらせていただきました。最近まで作っていたニーヤ・オートマタというゲームの制作をプラチナ・ゲームズさんにお願いしていたので、そこのプラチナ・ゲームズさんの現場に入ってディレクターというポジションで開発をさせていただいていました。なので今は東京に半分、大阪に半分暮らしています。スケニさんがプラチナさんと一緒にお仕事をしようというタイミングと、たまたま僕がニーヤで何かをやりたいということをスクエニのサイトプロデューサーにお願いしたタイミングが一緒ぐらいで、斉藤さんがそれを一緒にしちゃえばどうかっていうところが話の発端でした。ちょっとその複雑な契約形態なんですけれども、気が向いた時に行って気が向いた時に帰るっていうちょっと自由なスタイルでやらせてもらっています。基本的には24時間いつでも好きな仕事をしていたいと思っていて、プラチナゲームズさんであるとか、もしくは東京の自宅やオフィスであったりとか、いろんなところでシナリオを書いたり映像の編集をしたりしています。この中だったらどれになってほしいですか。そうですね、田村さんはどれが一番好きですか。どれがプラチナゲームズさんの、僕自身はクリエイターを好きになるというよりはどちらかというと作品を好きになる。例えば狼であるとかメタルギアライジングであるとかはもともとすごく好きで、個人的に買わせていただいて、それでたまたま今回自宅にあったパッケージを持ってきてサインをいただいたという次第です。今一緒に働いている若いゲームのクリエイターたちはすごくその勢いがあって熱意もあっていろんなことをアイデアを出してくれるので、僕としてはその何も考えなくても選択をするだけでゲームが勝手にできていくなという感じですね。正直に言うとプラチナゲームズさんで働くのはすごく楽しいんですけれど、自分はいらないなってすごく思います。もともと僕はバーチャルボーイのギャラクティックピンボールっていうゲームがものすごく好きで、そこからいわゆるデジタルピンボールと呼ばれるジャンルのゲームをすごくやっていたんですけれども、実際のピンボールのある場所っていうのはもう日本では実はあまりなくて、非常にこうマイナーな趣味というか高級な趣味になっているんですね。ただちょっと調べてみたら大阪ですごくそういう状態のいいピンボールをたくさん集めている場所があるという情報を入手して、これは行かなきゃいけないということで行って、そのピンボールを触るっていうことをよくやります。ピンボールの魅力っていうのはなんかちょっと言い表しづらいんですけれども、ちっちゃい場所にいろんなデザインの要素がギュッと詰まっていて光っているけれど、どこかちょっと寂しい感じがする、その少しノスタルジーがある感じが面白いなと思って、面白さという意味では今のビデオゲームとかの方が複雑だと思うんですね。ただそこに漂う空気感であるとかデザインの美しさであるっていうところで、それに触れる意味がすごくあるなと僕は思っていて、僕のゲームも面白くなくていいからできればプレイする意味のあるゲームになってほしいなというふうに思っています。なんで今日こうやって
この部屋の様子をお見せしているかっていうと、僕のゲームをプレイされる方、ファンの方の多くはちょっとどこか変わった人が多いなっていうふうに僕は感じていて、そういう人たちっていうのは世の中のすごくメジャーなエンターテインメントとかメジャーな遊び方とかとは違うところに目を向ける人だなと、まあ、ある種ニッチな暮らし方をしている。で、例えば必ずしも外に出て旅行をしたり太陽の下で運動したりすることが人生の喜びではなくて、こうやって暗い部屋に引きこもってゲームとかいろんなことを想像しながら楽しく生きてるっていう、その姿がある種意味があることなんじゃないかなというふうには個人的に思っていて、やりたいことをやって生きているので、基本的にはゲームを作ったり物語を書いたりするのがすごく好きだなというふうに思っていて、それ以外に趣味がほとんどないんですね。例えば映画とかを見ていても、ちっちゃいモニターの前で今何分でどういう出来事が起きたかっていうのをメモしながら、そういう分析をしたりすることをずっとやっています。個人的には僕は毎回違うタイプのゲームを作りたいなと思っていて、いろんなチャレンジをしているんですけれども、最終的にやはり同じ人間が考えているものですので、どこか似てしまうというところがあると思うんですね。こう自分自身が今まで作ってきたものに共通点があるとしたら、それは個人的にはちょっと失敗があるなというふうに考えています。いろんなトリプル A のタイトルを見てすごく面白いな美しいなと思うんですけれども、プレイし始めて20分ぐらいするとあとこれが20時間続くのかっていう気持ちになって、ちょっとそれに疲れちゃったんですよね。 できればそういう先が未来が見えない、もうちょっと不安定な変化し続けるゲームを作りたいなと思って考え出したのがニーヤの前作のコンセプトで、本作ニーヤオートマタについてもそれは継承されてます。ビデオゲームは幸いなことに形がいつも時代によってふにゃふにゃ変化し続けるメディアですから、そういう自由なところが僕は好きで、これからより新しい形になっていくのを近くで見届けたいなと思ってビデオゲームを作ってます。ユーザーさんが参加されて初めて答えが出るメディアだと思っていて、その答えをクリエイター側からこれが正解だよって提示するのは極力したくないなというふうに思っています。だから答え、テーマや何を見つけるか、目的というのはプレイヤーさんが自分で見つけてもらえると嬉しいなというふうに考えています。だから自分自身にとってあれをしちゃいけないとかこれをしちゃいけないっていうようなルールは制作スタイルの上では存在しなくて、むしろ逆に世の中の大勢のクリエイターさんがこういうことをしなければいけないっていうふうに言ったら、僕はその逆の方に走っていってそこに可能性がないかを調べたいなといつも思ってます。ニーヤの会議が終わった後に、まあ、スクエアエニックスの斉藤さんとか田浦さんと共に飲みに行くことが多いです。スクエアエニックスの斉藤さんはすごくお話が上手な方で、まあ、プロデューサーらしい感じの人なんですけれども、お酒も好きで職業柄すごく女性にモテるなと思っていて、いろんな声優や女優さんを抱いているんじゃないかなって僕は想像をしています。プラチナゲームズの田浦さんはゲームデザイナーとしてニーヤオートマタに入ってくださっているんですけれども、彼は非常に優秀な方でほとんどゲームのディレクターと言ってもいいような作業をこなしてもらっています。彼はすごくクールな、あのいわゆるイケメンなんですけれども、実際にはあんまり人と話したがらないシャイな人です。そうですね、なんかよくインタビューで全然何もしてないとか口出してないとか言うんですけど、プラチナのディレクターと比べた時に
多分一番口出してる気がします。そう。一番ゲームに関わってきてる気がします。だってすごいボツにするって言ってるよ。なんか全部お任せ、全部お任せみたいなこと言うてるけど、でも実はそんなことないでしょ。そうですね。こうしたいっていうのがやっぱりちゃんとありますし、出したものに対してもすごいやっぱり言います。そうだよね。でだって研修ミーティングとかで。たまにほら時間が横尾さん会社来ないから見せられない時とかがあって、初めて俺が見る時に横尾さんが横で、あ、これ俺見てないってちょっとイラッとしてる時あるもん。イラッとはしてない。相当切れてる。なんか太ももをなんか持ってるボールペンで刺しながら、俺これ見てねえぞ。スクイーンさん帰った次の日とかはもう僕ら平謝りです。そうですよ、ブチ切れてるでしょ。スタジオの風景を撮影してもらったんですけど、未来のことを最近よく想像するんですけれども、僕は若い頃にやはり何かを作りたいと思っても上にいっぱいクリエイターが詰まっていて、なかなかやりたいことができなかった。でもやりたいことはたくさんあって、すごい歯がゆい思いをいっぱいしてたんですね。で、今は幸運にもディレクターになれて、ゲームを何本かリリースさせていただいて、安定した場所にいるということは、そういう若いやりたいと思ってる人、そういう人たちを踏み台にして僕は今立ってる気がするんですよね。 RPG の魔王みたいに、ある日勇者がやってきて僕を倒して新しいゲームを作っていくっていう、その作っていくのはどんなゲームなんだろうっていうことをよく想像します。僕がいつも思っていることで一番大切に考えていることは疑うことです。何かっていうと、やはりいろんな人間は間違えたりすることがたくさんあると思うんですけれども、常に自分が正しいというふうに思えないんですよね。だからそうやっていつも自分自身を疑い続けることが、僕は僕にとって一番大切なことだと思っています。